再生可能エネルギーの利用を促進し、地域の緑の経済を推進し、気候変動を緩和する ESG の新しいトレンドに応えるために、アルゴヨットグループの子会社であるアセ海洋文化クリエイティブは、宝庫の鎮湾に38軒の特色あるヴィラを持つサステナブルリゾートを建設する予定。そのため国際コンペを行って、7カ国から全部80点の応募がありました。亜生海洋文化クリエイティブによりますと、海湾である宝庫にとって資源の持続性が重要であるため、サンゴ礁の靴やカキ殻の環境に優しい建材として利用しています。そのためここで建設することに魅力を感じる建築家が多数だそうです。受賞式に出席した宝庫県庁は、宝庫で投資を行うアルゴヨットグループに感謝するほか、西湾の最も大きな特色にも言及。我们的红帽城遗址是荷兰人在1622年在那里建红帽城，后来呢明朝要他拆成皇帝呢，所以西湾はオランダ人が建てた宝庫の最も古い遺跡、黄毛城のすぐ隣にある。その後この黄毛城が明朝時代に破壊された。ちなみに黄毛城から解体された玄武岩は台南の安平古堡の建設に使用されたよ。世界の巨匠建築家がデザインしたこれらのヴィラはきっと多くの観光客を引きつけるだろう。今回の国際コンペでは、ポーランド、台湾などからのプロ部門の作品10点、学生部門の作品7点が選定されたという。ポーランド駐台湾弁事所の所長も、早くポーランドの作れた作品を美しい方向で完成させると期待を寄せました。アルゴヨットグループによりますと、予定地が環境アセスメントを通過したため、今年の10月に着工する予定。2年後観光客が国際級のヴィラで宝庫の絶景を楽しむことができるだろうということです。